つの一番後ろの子を鬼から守ります。 When I was a little young boy, long long time ago, almost 65 years ago, we played Kotoro Kotoro play with my friends at schoolKotoro Kotoro means literally capture a baby, capture a baby in English. Then one of my friend's wild style customs let me know that Japanese Kotoro Kotoro demon looks like Lamia in Western world, about which I agree with him. Both Kotoro Kotoro demon and Lamia are aChild eater witch who looks alike to each other very much. Is this just a coincidence or something more than that? In the old legend of Japan, there used to be a demon named Kotoro Kotoro who captured a baby and she ate it for her food. Wild Style Customs さんからこんな書き込みがありました。日本のコトロコトロ妖怪はラミアに似ているのではないかと。で見直してみましたが、確かによく似ています。上半身が女性で下半身が大蛇の妖怪です。コトロコトロも赤子を捕まえては食べていたそうです。またコトロコトロはその名前のまま子供たちの遊びとなって伝承されています。私も小学生の時学校でその遊びをしたのをよく覚えています。広志林、浜松シティ、ジャパンが。その日本にはたくさんの妖怪、化け物が住んでいました。その中の一つがヤマタノオロチということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。In Greek mythology, the Hydra, which is also called Lernaean Hydra, is a serpent-like monster withNine heads, again, with nine heads. According to Theogony 3.13, the Hydra is a child of Typhon and Echidna. Hercules, or Heracles in Greek mythology, kills a Hydra as one of his labors. The Hydra lived in the lake of Lerna in theAlgalid. The lake itself is older even than the Meganian city of Argos. Lerna was the site of the myth of the Danaidas too. The Hydra is a nine-headed serpent-like snake, and it was said that if you cut off one Hydra head, two more grow back.Here in Japan, it is interesting to know that we have the same legend of a serpent-like monster with nine heads. Many places in Japan have the name of nine-headed dragon, such as nine-headed river and nine-headed dragon shrine, which was dated back to 9th century. Also here in Japan, you may hear the name of the legend of eight-forked dragon. You see, nine-headed dragon and eight-forked dragon are the same dragon with nine heads. クズリュウ、つまり9つの頭を持った竜の伝説が日本のあちこちに残っています。ヤマタノオロチの伝説もあります。つまり8つの股、ここが重要です。8つの股を持った竜という意味ですが、クズ竜もヤマタも同じです。
9つの頭があれば、その頭の間には8つの股ができます。そのクズ流伝説の本拠地といえば戸隠神社ということになります。白山権現、つまり白山信仰の起源にもなっています。戸隠のクズ流伝承についてウィキペディアは次のように書いています。寛平元年、つまり889年の6月、平泉寺の白山権現が舟渡の前に姿を現して孫尊を川に浮かべた。すると9つの頭を持った龍が現れ、孫尊をいただくようにして川を流れ下り、黒龍大明神の対岸に泳ぎ着いたという。以来この川を九頭龍川と呼ぶようになった。なお白山開山の起源は十一面観音の化身である九頭龍王が大長の前に現れたことによる。また白山権現は後述の九頭龍出現伝承にも関わっている。その九頭龍は、9つの頭を持った龍はギリシャ神話に出てくるヒュドラ、つまり9つの頭を持った大蛇伝説と内容が一致します。広瀬林浜祭りジャパン。先にも言いましたように、クズ竜、つまり9つの頭を持った竜の伝説は日本全国あちこちに残っています。と同時に、クズ竜、竜の祭りをしている町村もたくさんあります。まあ、こうして眺めてみるとですね、日本と九頭龍というのは大変深い関係があることがわかります。そしてその一つが八幡のオロチ伝説ということになりますが、九頭龍と八幡のオロチ、関係があるのかないのかということですけども、繰り返しになりますが、9つの頭があればその間には8つの股ができます。つまり同じ龍ということになるのではないでしょうか。その中でも特にこの中部地方にはですね、九頭龍の名前が残っているところがあちこちにあります。代表的なのが九頭龍川ということになりますけども、その中でも特に白山山中にある戸隠神社ということになるのではないでしょうか。つまり九頭龍信仰のメッカとも言われている神社です。で、皆さんにも考えていただきたいことはですね、これらの事実、つまり九頭龍、あるいは八幡のオロチでも良いわけですけども、9つの頭を持った龍とギリシャ神話の中に出てくるヒュドラ、やはり9つの頭を持ち8つの股を持ったヒュドラの話がですね、偶然の一致として片付けてしまって良いものかという点です。今ご覧いただいているのはヒュドラ伝説の内容です。詳しくはこの続く動画の中で翻訳して皆さんにお読みいただきますけども、ありえない偶然ではないでしょうか。つまり確率論的にありえない偶然ということになるのではないでしょうか。いろいろな動物がいます。その中でも大蛇が共通しています。と同時にいろいろな数字がありますが、その中でも9という数字が一致しています。九頭龍、ヤマタノオロチ、そしてヒュドラです。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now.
Kudra in Greek mythology had nine heads and Yamata no Orochi in Japanese legend had eight crouches, which indicates that also Yamata no Orochi had nine heads. ギリシャ神話のヒュドラには9つの頭がありました。一方、日本の神話のヤマタノオロチには8つの頭があったと言われていますけれども、しかしヤマタという意味は8つのマタという意味です。つまり頭と頭の間のマタが8つあったという意味です。ですから漢字でヤマタのオロチと書きます。8つに分かれた大蛇という意味です。なあち、ヤマタのオロチにもですね、9つの頭があったということになるのではないでしょうか。ここが今日の大変重要なポイントですから、もう一度復習します。ヤマタのオロチというのは8つの股を持った大蛇という意味です。つまりヤマタのオロチも9つの頭を持っていたということになるのではないでしょうか。ヤマタイコール8つの頭ではありません。日本ではヤマタイコール8つの頭と解釈して、ヤマタのオロチには8つの頭があったと言われていますけれども、実はヤマタのオロチもヒュドラと同じ9つの頭があったということになるのではないでしょうか。もう一度この図を見て考え直してみてください。ヤマタのオロチにはヒュドラと同じ9つの頭があったということになります。Today's story is about Hydra in Japan or Yamata no Orochi in Greek mythology. Both stories are very much look alike or similar to each other over thousands of kilometers. Here in Japan, you see a very similar story of Hydra or a monstrous serpent withNine heads in Greek mythology. As to Yamata no Orochi, Wikipedia writes that Yamata no Orochi or Orochi, translated as the eight-forked serpent in English. Yamata no Orochi legends are originally recorded in two ancient texts aboutJapanese mythology and history. The 680 AD Kojiki transcribes this dragon's name as Yamata no Orochi, and 720 AD Nihongi writes it as Yamata no Orochi. In both versions of the Orochi myth,The Shinto storm god Susanoo or Susanoo is expelled from heaven for tricking his sister Amaterasu, the sun goddess. It is just a coincidence that both Hydra in Greek mythology and Yamata no Orochi in a Japanese legend areSo much similar to each other. 日本のヤマタのオロチ伝説とギリシャ神話のヒュドラ伝説はあまりにもよく似ています。それはただ単なる偶然なのでしょうか。広島市浜松市 Japan。イタリア在住の
ニコ・ジェラルドさんからこんなメールが届いています。日本にはヤマタノオロチ伝説というのがあるそうですね。その伝説はギリシャ神話の中のヒュドラと大変よく似ているのではないでしょうか。となると日本のスサノオはヒュドラを倒したヘラクレスということになるのではないでしょうか、と。で、検証してみました。ヒュドラ。一般にはレルネアンヒュドラと言われているようです。ギリシャのレルナというところで現れたので、そのような名前で呼ばれています。で、このギリシャ神話の中に出てくる、まあ、サーペント、ダイジャはですね、9つの頭を持っていたというのです。そして、そのレルネアン・ヒュドラをですね、あのヘラクレスが退治したというのです。それが、まあ、ギリシャ神話の中に残っているわけですね。で、9つの頭を持っている。日本のヤマタノオロチは8つの頭を持っている。これはただ単なる偶然の一致なのかということになるわけです。ところが、後で一つの例を紹介しますけども、ギリシャと日本とはいろいろな面で深く結びついています。左上がレルネアン・ヒュドラ。そして右下がヤマタノオロチです。日本とギリシャの関係についてですけども、大変興味深い事実がありますので紹介します。これは日本の埴輪です。皆さんご存知の埴輪ですね。この大腿部が異様に太い点に注意してください。私、林博氏はこれを歩行補助装置と判断しました。左二つはハイヒール型、右の遮光器土偶はローヒール型ということになります。縄文のヴィーナスもやはり歩行補助装置を身につけています。ハイヒール型ということになります。まあ、ハイヒール型かローヒール型の違いはありますけども、基本的なコンセプトは全く同じです。そして仮面の女神もやはり歩行補助装置を身につけています。埴輪です。もう一度確認してください。こうして足を、まあ、揃えて貼り付けてみますと全く同じだということですね。そして仮面の、まあ、女神もやはり同じだということです。まあ、このようにコンセプトが共通しているということですね。まあ、歩行補助装置。神々の歩行補助装置については別のところで証明しましたので、まあ、ここでは日本の、まあ、土偶について、土偶と埴輪について簡単に説明しておきます。つまり、このような歩行補助装置をつけていたということは、こうした歩行補助装置なしではですね、この地上を歩くことはできなかったということです。そして、上二つは、マルタ島で見つかった、まあ、像ということになります。で、これらの像も同じコンセプトで作られた歩行補助装置を身につけていると考えられます。注意深くご覧ください。大腿部が異様に太く丸くなっています。右二つは埴輪です。同じように作られているということですね。つまり、マルタ島に現れたエイリアンも、そして日本に現れたエイリアンも、同じ歩行補助装置を身につけていたということになるのではないでしょうか。まあ、これは一つの例ですけども、このような形で、日本とギリシャとは深くつながっています。特にマルタ島とは深くつながっています。で、これは遮光器土偶ですけども、この遮光器土偶もですね、やはり歩行補助装置を身につけていたということになります。他にも日本の鳥居とマルタ島のトリリスも大変よく似ています。いわゆるまあ、コンセプト、形、目的、意味がですね、大変よく似ているということです。まあ、それについては別のところで詳しく説明しました。で、
もう一度、マルタ島の、その、発掘物を見てください。by Hamax999 さんからこの情報はいただきました。これらは、まあ、マルタ島で見つかった像ですね。大理石像だと思われます。で、この像の足と、もう一度確認していただきたいんですけども、日本の埴輪、土偶の像と足が大変よく似ているということです。共に歩行補助装置をつけていた、と私、林博士は考えています。歩行補助装置です。ただ、先ほども言いましたように、ハイヒール型かローヒール型の違いはあります。このような形で、ギリシャと日本はですね、大変、まあ、深くつながっているということになります。もう一度確認してください。埴輪はハイヒール型、遮光器土偶はローヒール型ということになります。が、大腿部の作り方は全く同じということになります。古代縄文人たちは見たものを正確に表現していたということになります。もう一度確認してください。縄文のヴィーナスはハイヒール型、仮面の女神はローヒール型ということになります。埴輪はですね、ハイヒール型ということになります。が、しかし、その基本的なコンセプトは全く同じであるということですね。そして、左上のマルタ島で見つかったこの大理石像もやはり同じ歩行補助装置を身につけていたと考えられます。まあ、このような形で、ギリシャと日本は大変深く、まあ、深いつながりを持ってつながっているということになります。で、その中の一つが、例えば、神話ではないかと思うわけです。ヒュドラとヤマタノオロチ。ヤマタノオロチとヒュドラ。ということになります。で、皆さんをレルナへ案内します。レルナという、まあ、神話に出てくる場所はですね、地名として現在も残っています。そのレルナへ皆さんを案内します。ギリシャです。レルネアンヒュドラ。ヒュドラ、つまり、ヘラクレスに殺された9つの頭を持つ海蛇。ヘラクレスの2番目の仕事はレルネアン・ヒュドラを殺すことであった。レルナと呼ばれる場所の近くにある濁った水の中からヒュドラが出てきて、そしてその地方を恐怖に陥れていた。9つの頭を持った怪物のような海蛇のヒュドラは毒液で攻撃した。この怪物は退治しがたいものであった。というのも、9つの頭のうち1つは不死であり、それゆえに破滅しがたい相手であった。ヘラクレスは9つの頭を持ったヒュドラの脅威を取り除くために出発したが、一人で出かけたわけではなかった。信頼のおける甥のイオラウスが彼のそばにいた。イオラウスというのはヘラクレスと共に12の仕事の多くに同行し、数多くの冒険を一緒にした人物である。イオラスというのは伝説によればオリンピックでの戦車レースで優勝したことがあり、そのためイオラスはしばしばヘラクレスの戦士として表現される。最初にヘラクレスはトグロを巻いた化け物を炎の矢を射ることでその巣穴からおびき出した。
ヒュドラが現れるとヘラクレスはそれを捕まえた。その怪物は簡単にはやっつけることができなかったというのも、9つの頭のうち1つがヘラクレスの足に絡み、ヘラクレスをして逃げることができなくしてしまったからである。ヘラクレスは彼の杖でヒュドラの多くの頭を攻撃したが、1つの頭を潰すと、さらにその頭のところに2つの頭が現れた。さらに悪いことに、ヒュドラには友達がいた。巨大なカニでヘラクレスの動けなくなった足を噛み始めた。素早くその状況から逃れるため、ヘラクレスは彼の杖で叩きながらイオラウスを呼んで助けを求めた。その都度ヘラクレスはヒュドラの頭を叩き、一方イオラウスは頭のない首にかがり火を押し付けた。その炎が再び頭が出てくることを防いだ。そしてついにヘラクレスはその怪物に対して優勢になることができた。ヘラクレスが8つの頭を破壊したとき、不死であったもう一つの頭を切り落とした。このようにヘラクレスはレルナからエラウスに至る道の側にその切り落とした頭を埋め、そしてその場所がよくわかるように大きな岩をその上に置いた。ヒュドラの残りの体については、ヘラクレスは死体を切り裂き、その毒液の血の中に矢を浸した。が、ユーリセウスはヘラクレスのこの仕事を評価しなかった。ユーリセウスはイオラウスがヘラクレスを助けたからできたのだと言って、ヘラクレスの銃の仕事の一つには数えなかった。こんな細かい取り決めは誰に対しても問題ではなかった。つまり、古代の作家たちはヘラクレスの偉業を称えた。たとえそうであっても、パウサニアスもこのヘラクレスの仕事を神話で言うほどファンタスティックなものとは思っていなかった。彼によれば、ヒュドラといってもただの大きな海蛇に過ぎなかったのだ。その場所には、アミモネが大きな木となっており、人々が言うには、その下で海蛇のヒュドラが育ったということである。というのが、以上、ヒュドラ伝説の内容です。一方、日本のヤマタノオロチ伝説。です。で、これがヤマタノオロチです。9つの頭を持ったヒュドラ、8つの頭を持ったヤマタノオロチ。9と8の違いはありますが、まあ、基本的には似たような姿の、まあ、大蛇であったということになります。まあ、話の内容はやや、と言いますか、同じとは言えないほど、まあ、異なっているということですね。で、一応、ヤマタノオロチの伝説をここに示しておきますので、どうかご覧になってください。
ヒュドラとヤマタノオロチ。今も言いましたように、頭の数が9と8の違いはありますけども、偶然の1という風にして、どこか片付けられない面があるわけですね。まあ、それについては、この動画の次に、その動画を紹介しておきますが、先ほども言いましたように、ギリシャと日本とは大変深い、まあ、つながりを持っているように、私は判断しています。まあ、ともかくも結論を言いますと、ヒュドラとヤマタノオロチ。ヒュドラを退治したのがヘラクレス。ヤマタノオロチを退治したのがスサノオということになりますと、ヘラクレスイコールスサノオという、まあそういう考え方も生まれてくるということになります。この結論は今しばらくペンディングということにさせてください。Bye for now.